roller coaster ride. Hands up in the sky. Take you on a ride. Love to feel the high. We're going up, baby. We take it down. Oh, oh. Let's spice it up, baby. Right here and now. Hey. Bye bye. Yahoo.です。ちょっと久しぶりだよね。確かに久しぶり。いや、あのさ、セーラームーンの時以来かな。あ、そうだ。え、マジ。え、じゃあ会ってないっけ。会ってないことはないけど。会ってるけど出てないっけ。出てない。そっか。浅草。浅草？浅草行った。お皿買いに行った。あー、あそこへ。あそこそこ。あれが最後。なんだっけ。水道橋。え、違う違う。カット橋。カッパ橋に行ったのが確かにあれが最後だ。カッパ橋が最後。あの時も東京 Vlog だったね、そういえば。しかもこっち側好きだね、なんかうちら。え、わかる？なんかさ、あっちじゃない、なんかこっち、わかる。え、だからちゃんとうちらってさ、東京観光してるよね。そうそう、観光しようだから抜けない。上京して何年よ。間違いないのに、まだちゃんと楽しめるっていう。みんなも来てください、ぜひ。ということで、今お昼なんですけど、お腹が空いたので。何食べる？なんかないの、ただあの築地に行きたいってだけだった。あ、そういうこと。うん、そう。そう、ほのかが築地に行きたいって言って、なんかいつもさ、ほのかさ、何も言わないじゃん、なんかどこでもいいよって。何も言わない。本当に本当にどこでもいいから、どこでもいいよなんだけど。そうだから行きたいところが逆にあるのかなって思ったの。え、そうだから、そんなに言う、そんなにやってもないけど、ネイルすごい、金運上がりそう。ほのかと同じこと言ってるから。金ネイル、なんだっけ。だからなんか申し訳ないなと思って、いつもエリーホと3人でもうホのこと基本何もしないじゃん。なんかすっごい申し訳ないなって思って、はいはい、かじゃあどっか行きたいとこあるかなって思った時に、ああそういや築地最近行ってないわみたいな。なるほどね。でもいや椎名と行ってたよなって思って。そう行ったんだよね最近。そしたらいいよって言ったから。でも私はもうふっかるなので、意外とこう見えて本当にそうだよね。本当にびっくりする。え、びっくりしてくれてる。だって少しでもいいから会いたい。え、そんなこと言ったっけ。なんかが深夜寝後で、深夜寝後なんだよねみたいな。そんなこと、もうその子が大丈夫だったらもう少しの時間でもいいから会いたいみたいな。せっかくだからもう会いたいみたいな。そう、意外と愛強めなんです。こう見えて。え、4貫握りやで。美味しそう。1番、2番、センターナッツです。やば、フルーキー、じゃーん。うまく取れた。私は赤身、あなたは三冠。やばー。え、すごい、生クリームみたいな。ガリガリか。なんかこれ醤油つけるかめっちゃ迷う。え、マグロはつけるくない。一緒だよね。うん、ガリ。これ醤油じゃなかった時のな、じゃあ何ってポン酢とかさ。うわー、うん、ちゃんと中に入れるんだ。中に入れるリチギー。一緒食べよう。え、ど、何から食べよう。じゃあ大トロから食べちゃおう。やば、いただきます。日本でよかった。どうぞ、イカ焼き冷やし中どうぞ、ご利用ください。海外に行くとさ、どう感じるんだろうね。美味
いもんね、行っちゃえば。わー、この大きさ伝わる。やばいね、拳ぐらいあるじゃん。でかい。なおちゃん、レモンだけでいいよ。いただきます。うわ、やばい、やばすぎる。ちょっとどうしよう、どうして食べよう。今まで食べたのこれ一番あの なんだクリームのとこあるじゃん、うん、いやなんかねっちょりって感じ。何それ、全然わかんない全然わかんない。美味しいんだよ。どうですか？うん、後でから。どんな感じ？プリプリのホタテって感じ。新鮮？美味しそう。やばくない？この絶妙なバランス。こう落ちるよ。破れるよ、大葉が。優勝してるわ。なんか切り替え早い。米欲しいね。次行こう、次次次、はい、次次。はい、かわいい、かわいいね。え、いいよ、先食べて。うん、おいしい。なんかおせちとかに入ってる。うん、大丈夫大丈夫。うん、甘めだね。甘いやつ、だし美味しいね。あー、ビールいいの。なんか絶対飲んじゃう。ビールをゲットした。平日の昼間からビール最高。最高だね。いただいていい？乾杯。うん、すごい元気、めっちゃいい匂いする。マジでーね、今何食べてるの。はい、終わったよ。はい、大変終わったよ。またおはようございます。そちらにお話しします。どうだろう、マグマみたいな。七味って珍しくない？七味多いよね。七味じゃない？日本が七味のが好きなんだ。でも楽だね。これがピーター。そうだね。下のピース、上のピース、真ん中の話を振り返った。どっちだっけ、ラテ、うん、ラテにラテにしました。なに、私たち。いただきます。うん、あ、おいしい。ラテ、うん、エスプレッソ、エスプレッソ一目惚れって書いてあった。エスプレッソおいしい。うん、ミルクやば。ミルクだよね。Thank you.
景気展開だよ本当に。私たちはなんと今からディズニーシーに行きまーす。めっちゃ変な目で見られてたって。恥ずかしい。もう払っちゃったんで。そうなん、チケットはもう取っちゃったんだ。本当に払っちゃったんで。しかもさ、ウィークナイト取ろうと思ってたのに、なくなっちゃったから。ワンデーで、まあでもまだね、5時前に入れたらまだ。だって3時ぐらいに着くから、あ、違う違う、3時半ぐらいに着く。あ、でも C かから移動して、まあ、4時前には入るから、で、まあ、9時まで飛ばすんだよ、5時間。うん、まあ割ったら1時間1000。あ、でもご飯行ったと思ったら、まあね、ご飯2軒行ったと思ったら、まあ別に妥当。向こうでもなんか食べるんだろうけどね。でもさ、ご飯、例えばビストロ行きました、ワイン飲んでご飯食べてってやったら結構するじゃん。まあまあ、まずそこにプラスアルファアトラクションとかもろもろ、そう、どうにか正当化しようとしてるな、うちらは。いいんだよ。だから何つけようかなって。そう、ほのかが行くときマリーちゃん絶対ないの。マリーちゃんってそんなレギュラーであるって。なんかいつもあるけどいつも売り切れなのね。こんなにもつけたいって思ってる人がここにいるのに。こんなにつけたいのにつけれない。まあ今日はあるんじゃない。適当。かなかなんか撮ったよね、もむし撮ってない撮ってない。えー、そう、幻覚見えるようになってきちゃった。シエナのさにさ、びっくりさせられる。本当に困った。だってこっちもびっくりしてんだもん、しょうがないじゃん。違う、びっくりしてるよ多分。違うよ。いや、寄り添ってこう、お互いに。無理無理無理、本当にそれだけは無理だわ、ごめんけど。お互いになんか申し訳なかったなっていう気持ちを持って生きてれば。だってこんなに嫌いなのに寄ってくるんだよ、ハトとか。ハトももしかしたら人間嫌かもしれないじゃん。でも自分が通る道に人間がいるから、もうって思いながら歩いてるかもしれない。飛べるでしょ、あなたたちは。うちらよりも高く飛んで誰もいない空中で生活することだってできる。確かに低空飛行すぎる時はあるけど。でしょ、今日だって低空飛行だったじゃん。今日すごかったね、なんかもう慣れすぎ。なでもディズニー行ったらハトばっかじゃん。そう、ディズニーいつだっけな、シューナとディズニーってポップコーン買って、えで並んでる時にこぼしちゃって、うん、その時にもうハトやってくるじゃん、うん、もうそれでみたいな。え、そんなことあったっけ、うん、なんだけど松井と3人で行った時かな、記憶から抹消してたわ。なんかもう衝撃すぎて、なんかえ、そんなにみたいな、しょうがなくねって思って。いや、しょうがなくって思えるの強いからね、ほんと。その性格、なんていうの、その感性で生まれてきたことに感謝しな。怒られてるのか、今。逆に今怒られてたんだ、ほんとって。ということで、ユニバじゃなくて、ディズニーシーに向かいまーす。何それ、ミッキーか。八丁堀、H12。いや、手が、鬱陶しい手がいるわ。怖いから逃げよう。あ、近い。ちょっと近いかも。で、動画。もういいよそれ。やだ、嬉しいね。なんで来て、なんでいるの。なんでいるんですか。なんでいるんですか。今日の予定は決めるはずです。なんでいるんですか。しかもこんな夕方からでも楽しいです。好き。やっとこれで来ると来た感が、そうなんだよね。今日？でも
うちらは今からソアリンに並びたい。何分なんだろう。ソアリンはやっぱマストだよね。あーでも115分え、結構いるんだね。結局インディーンジョーンズに来ました。イエーイ、楽しみ、早く乗りたいもうなんか何なら2週ぐらいして押せてほしいね、わかる。なんか手違いでさ、もう一瞬乗らないかなとか思うよね。ないんだろうな、別に今までそんな事故は。あってくれたらいいな。お客様、機械です。お上げください。いってらっしゃい、こんばんは。すごい、すごい匂いだ。いい匂い。ゲットしました。ガタンドッグ。ガタンドッグ、こんな感じだったっけ。あったかい。だろうね。いただきます。どうかな。うん、おいしい。うま、上質です上質です夕焼け。船だ。一周座ろう。行きます。あ、40周年。40周年。40って書いてある。40周年の浮き山。浮き山これどうやって食べるのがいいんだろう。確かにその中入ってんのかな。なんかこれ入ってなかったらやばいよねまあまあでかいね。きっと夢が詰まってるはず。入った。あ、入ってる。すごっ、めっちゃ入ってるじゃん。ずっしり。どう、美味しい。よかったね。お腹が空いてるから食べる。入った間に真ん中に入って。真ん中これだ。うん、こっちこっちこっち。満足しました。ありがとうございます。後にちゃんとありがとねって言った方が後悔少ないでしょ、うん、っていうこと。うん、そうだけど、このね、すごいの感情が入りまくって、本当にありがとねみたいな、楽しかった、ありがとね、ね、いや素敵なことだよ。後悔したくないじゃん、うん、でも本当に後悔したくないことが全面に出まくってるなかなか言えないからね、ありがとね。今まで何かあったのかって思う。ありがとね、本当に、うん、いや、ありがとう、それこそありがとね私めっちゃ死んじゃうか分かんないから、ね、まあ、感謝は伝えていこうと思います、これから。感謝動画
しょう。どうかだよね。ね。何も見えてない。アップにアップ。アップにアップ重ねちゃってんのよ。あ、ちょっと出なかった。不発。この景色本当に好きなんだよね。めっちゃ綺麗だもんね。はい。ということで最後にレイジングスピリッツを乗って満足しました。イエーイ。ちょピース楽しかった。マジで大満足本当。だってディズニー何時間だ。5時間ぐらい。3 5だよね。時間ぐらい。4時ぐらいに着いたもんね、うん、何乗ったっけ。え、5個ぐらい乗った。4個ぐらい。ビジョン5個乗ったね、ちょうど。あ、だってあ、そうだね。まあ、乗ったっていうか、あ、じゃあマジックランプシアター見て、シンダバッド乗って、ソワリン乗って、レイジングス、あ、5個乗ってる。ちょうど、ちょうどか知らんけど。で、食べて食べたしね。めっちゃ大満足しました。ありがとう、今日もありがとう。今日もありがとう。ペコペコリ。帰ります。見えてるかなこれ。画質めっちゃ悪そう。バイバーイ。